松金組若頭羽村恭平はモグラと通じている。その仮説を裏付けるかのように八神は行く手を阻まれる。町中に張り巡らされた羽村の監視網は予想を超えて根深い。孤立無援の八神へわずかに差し伸べられるって。だが夜はまだ明けない。お前らターボを捕まえるまで帰ってくんじゃねえぞ。町中しらみつぶしにしろ。仮面のガキ決まってんだろ。あいつもだバカ野郎。早く出た方がいいぞ海藤さん。今松金組に見つかるとまずい。取り込み中か。よう、ターボ。ヤガミか。久しぶりだな。お前、東か。頭の命令で来たんだと。お前を探し回ってる。ああ。あの人は相当モグラに触られたくないらしい。なら手引くのか。うちをコケにした頭が怒ってんだよ。ますます手を引く気なんてないね。仇の出る幕じゃねえんだよバカが。おかげで俺らまで面倒に駆り出されちまった。いいじゃねえか。頭に尻尾振んのが今のお前の仕事だろ。頭は芸祭すりゃたっぷり餌をくれるんでね。あんたと違って尽くしがいがあるんですよ怪盗の兄貴。俺はもうお前の兄貴じゃねえ。そうでしたね。手下連れて帰れや東。ええ、今日のところはそうします。やっぱあんたに手出す時はこっちも殺す覚悟でいねえと。なら次が楽しみだな。もういい、行け。前にも言いませんでしたっけね、疫病神を略して八神です。すぐに手切った方がいいですよ東よ。少し見ないうちに悪い顔になったな。うるせえよタボ。東をつけてきてくれねえか。え、俺が組抜けてからあいつに何があったか今どうなってるかが知りて。ああ、前とは別人だ。さっきあいつがここに来た時俺は一瞬誰か分からなかった。
お前の言う通り悪い顔になってた。分かった、行ってくる。モグラの件とは別だ。依頼料は払うぞ。そんなのいるわけないだろ。それにハムラの情報も手に入るかもしれないしな。もしもし。カイトだ。こっちの窓から東が歩いてくのが見えた。あいつは今一人だ。中道通りを右に折れてった。中道通りを右だな。分かった、頼んだぜ。なんだよ。わかった、すぐに行く。やべえ。チッ、行くぞ。ありがとうございます、兄貴。おう。
カイトだ。東は公園前通りのゲーセンに入ってった。心当たりは？ゲーセン？ああ、シャルルって看板が出てる。昔俺が組から任されてた店だ。今はあいつがやってるってことか。ヤクザのやってるゲーセン？実は裏カジノとか？いや、たまにヤバい取引の場所に使ってたがよ。普段はガキでも入れる普通のゲーセンだ。わかった、なら俺も行けるところまで行ってみる。おう、ちょっと待てよ。え？そこまで広い店じゃねえんだ。店入る前に変装してった方がいい。なるほど、変装か。わかった。100円飲まれちゃったんですけど。後にしろ、今仕事の話中だ。え、でも。うるせえ、あっち行け。いって。悪かったな。よかったらこれで遊んでってくれ。いいの？ありがとう。おい、何やってんだ。そこは入るな。入んなっつったろ、てめえ。妙な野郎が。八神、てめえ俺をつけたな。つか、なんて格好してやがる。まあそこはそっとしといてくれ。何のつもりだ、何しに来た。海藤さんがお前を心配しててね。心配だと？自分を慕ってた射程がすっかり別人みたいだってな。悪い顔になったか？当たり前だ。俺はな、極道なんだよ。いや、悪ぶってるだけだろ。はあ？さっきお前が子供に見せてた顔、見覚えがあるよ。やっぱり根っこは変わってない。海藤さんを兄貴って呼んでた頃から何もな。なら確かめてみるか。おっと、喧嘩はもういいって。どうしてもって言うならすぐに出てくよ。腰抜けが相変わらずだ。俺らが最後に会ったのはもう1年前か。海藤さんが破門にされた日、あの時お前は泣いてたよな。
ヤクザの金庫が強盗に襲われる、そんなまさかがあるなんて普通は考えない。その日事務所の当番だった海藤さんもそうだ。取られた組の金は1億。さすがの海藤さんもいきなり銃を突きつけられちゃどうしようもなかった。てめえら何やってんだ。責任者にけじめつけさせてるとこです、親父。指で済む話じゃねえだろ。それで俺の金が戻んのか。いえ、ですがけじめですんで、やらねえことには示しがつきません。じゃあその指一本で1億ですか。ターボ、なんだお前は。俺と一緒だったんでな。何やってんだよお前。1億の小指だろ。落とす前によーく見とこうと思って。うるせえ。笑えるだろターボは。でも頭、取られたのは1億ですよ。それが指一本で済むんですか。こいつはとりあえずのけじめだ。とりあえず。じゃあまだ他にも何か。当然よ、海藤は。今日限り破門だ。そんな、海藤の兄貴が。親父、俺は泣き入れて済む額じゃねえ。親父もお分かりですよね、こうするほかねえって。この件はもう本家の耳にも入ってますんで。本家に？随分手回しがいいな。ありがとうございます。ふーん、じゃあ海藤さんは本当に。仕方ねえ、波紋だ。今この時、この瞬間から。そうだ。なら指詰めんのはなしだ、海藤さん。あ？何勝手なこと言ってんだてめえ。指詰めんのは極道のけじめのつけ方でしょ。でももう海藤さん仇ですから。部外者は引っ込んでろ。組長が海藤さんを仇だとそう言ってんですよ、頭。タボ、いらねえことすんな。海藤さん、こいつは男のけじめだ。俺はもうとっくに腹くくってんだよ。よせ海藤。もうてめえは子分でもなんでもねえ。俺は仇の小指なんざ受け取る気はねえぞ。お、親父。あの時、親父は兄貴を助けたくてお前を連れてきたんだろう。だがもうあの状況だ。波紋は避けようがなかった。それで、お前はできる限りの弁護をしたってわけだ。おかげで頭にはずっと目つけられてるよ。でも、お前はうまいことやったな、東。頭に取り入って出世したか。このゲーセンも前は海藤さんが仕切ってたって。てめえに何がわかる。今の松金組は全部頭が牛耳ってんだよ。海藤の兄貴がいなくなって、親父は少しずつ勢力を崩されてった。兄貴さえ組に残ってりゃこうはなってね。お前はそれを見てただけか。頭が組を乗っ取ってる間ずっと。たった一人で何ができんだよ。
言うはやすしだ。そうだな。そういえば松金組から取られた1億、あれどうなった？ああ、金は戻らずじまい？犯人も逃げたきりか。うるせえ、てめえには関係ねえだろ。だよな。
八神さん。戻ったのか。ああ、例のシャルルってゲーセンに入って東とも会って話した。尾行がバレたのか。いや、こっちから話しかけた。どんな感じだった。まず今の松金組はおやっさんも羽村の頭を抑えきれてない。それで東も頭の言いなりになるしかないってことらしい。そうか。ただ実際話してみて、東はそこまで昔と変わってない気もしたよ。そうは見えなかったかな。1年前、海藤さんが組を破門にされた時、あ、事務所の金庫から1億、拳銃強盗にやられたんだったよな。それがなんだよ。結局その始末はどうなった。海藤さんは何か聞いてるか。金は東が回収したらしい。例の綾部から聞いた情報によればだ。東が？どうやって。さあな、もっと詳しく聞きたきゃ20万出せって言われてよ。そん時は持ち合わせがなかったんでな。それっきりだ。じゃあ綾部に聞けばいろいろわかるわけか。金はかかるぞ。やつは今ならテンダーにいるはずだ。海藤さん、東とは全然会ってなかったのか。今日破門されて以来久々だ。俺と行き来すりゃあいつが頭に目つけられる、迷惑になっちまうと思ってな。そっか。羽村の頭がこの先どう動くか。またここに押しかけてくる。そいつは時間の問題だ。で、次はマジで俺らをやりに来るかもな。そこまでされるような真似したかね。それだけモグラに触られたくねえってのが一つ。あとは何より、頭は俺らのことが嫌いだ。タグ、こないだ頭に無罪取ってやったのって俺らだよな。報われないね。